えー、こんにちは。ナミさん。今日の事件なんですけども、心理カウンセラー問題ですね。えっ、ー、と、私が心理カウンセラーであるのかないのかってことは、これはちょっとひとまずね、脇に置いときまして、まあ、脇に置いといたといってもね、ちょっとお話ししようかなと思います。えー、私は大学の時に、えー、授業でね、心理学は選択しましたけども、先行はしなかったんですよ。先行はあくまでも、経済学であり、商業科でありね、まあ、いわゆる商売のこと。 これお金のことをね選択していたもんですから為替ですとかね市場のことですとかそれから産業構造論とかね労務管理論とかあんな感じだったかなと思いますよねいわゆる昭和世代の人の働き方世の中の動かし方というやつでまあ今の時代には全く役に立たないものばかりを学んできました、まあ、でもおかげさんでねなんとなくお金に対するそのマインドブロックっていうのはなかったのかなと思います この世の中ってのは全てお金が司さっていて、逆に言えば人が人を動かすときには、最も簡単な方法はお金を使うことであり、そしてお金を失うとですね、その他の能力がなければ忘れられるということなんですよ。ですんでお金がない人は自分の見た目とかね、トーク力とか、それから力持ちであることとか、いろんな特徴を活かしてお金に変わるものを育んでいかなければならない。だからお金の稼げない子供のうちっていうのは、 たくさんの体験を通じてね、まあお小遣いをもらうではないですけども、まあ近所の方のお手伝いをしてお立ちんをもらうみたいな習慣をつけておくといいんではないかなっていうことで、確かアメリカの方では中学生ぐらいになるとね、ベビーシッターをあの近所の方のアルバイトとしてね、えー、まあ日銭をもらったりとか、近所の書斎のお掃除をするとか、縫い物をするみたいなお手伝いをすることによって、えー、近所の方からギャラをもらうっていう体験をね、お互いにするそうですよね。そうすると、 近所のの人との覚えも良くなりますし、信頼関係も深くなる。でプラス防犯っていう観点でもね知らない人がすぐ分かるからお互い警戒するそういうふうな趣もあるみたいです同時にですね顔見知りであるがゆえに顔見知りに対する犯行とかいうのも警戒心のないがゆえに起きるというねそういうふうなあ、まあ、側面もはらんでいるというふうに聞きますね まああの、いろんな心理で人は動いてるもんですけども、私がね、今までのところをまとめると、要するに心理ってのは何かっていうと、いかに覚えることが得意か、そして同時にいかに忘れることが上手かってことにあると思うんですよ。悪い体験をぐーっと覚えていってしまって、自分の美点、素晴らしいところをね、あんまり気に留めない、要するに覚えていないと、どん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 自分をトラウマ化してしまってね、自らが嫌いになり、しまいには人間が嫌いになり、 まあ、この世の中から消えてしまおうかな、みたいなね、発想にもなるんですけども、嫌なことをどうでしょうかね。その都度その都度忘れられるような人間になっていったら、うんまあなんか楽しいことしか覚えてないよ、みたいな人ができてきてね、生きてるって素晴らしいになると思うんですよ。じゃあなんでね、私たちは記憶によって嫌なこととか悪いことを覚えてるんでしょうかね。それはですね、嫌なことや痛いこととか苦しいことを忘れてしまうと、また同じ災難に巻き込まれる可能性が 高いからなんでしょうね、きっとね。アイロンを触って熱っと思ったらもう今度からアイロンを触るときに警戒すると思うんですよ。プラス、アイロンに似た形をしたステンレスのね、えー、なんとなく熱そうだなと思ったものに対しても警戒すると思います。まあ、ですんで、注意が行き届くようになるのかなと思うんですよね。これをね、ちょっとね、発展して考えていくと、人の先入観っていうところまでこれがね、入っていくんですよね。まあ、例えば、中学の頃に金髪の がたいの大きい人にね、いじめられたっていう経験があると、大人になってから金髪を見るたびに、それを、その、深層心理で思い出して、なんとなく仲良くなりたくないな、みたいな心理がね、働いちゃうみたいなんですよね。だから、いかに自分の、お記憶をコントロールしていくかってことが、心理カウンセラーには、ものすごく近い概念なのかなと思いますけどね。でも私は今ね、今、あの、心理カウンセラーっていう、職業があることは、一つ認めるんですけども、 おそららくこれからはね、モチベーターっていう職業の方がより現実味を増してくるんではないかなと要するに何か行動ができない時にその行動をね誘導するようなやる気にさせるようなねそんなモチベーションを上げるような人っていうのがモチベーターだと思うんですよ。まあ頑張れよとかね一声かけるだけで人っていうのに勇気が出るもんですしやっても無駄だよって言われたら逆にですね奮起してやる気が出る人もいるんでそういう人の人格を見抜いてどんなコミュニケーションを取ってあげればその人が 前向きになっていけるかってことを見抜いてあげる職業。それがモチベーターかなーと思うんですよね。うん。まあこれからもいろんな心理の問題出てくるんじゃないですかね。なんせ人にはそういうふうな考えっていうか思考があるからですよね。人間がの霊長類にはおそらくないでしょう。まあ、本能を優先で生きてると思いますんで、逆に悩みがなくって生きることにね、誠実で正直だと思います。動物たちの生きるっていうことは食べ物を取るってことなんですよね。で私たち人間は 食べ物もそうなんですけども、まあ主にはお金を稼いでいくってことに真剣になっているはずなんですよ。でも、お金によって苦しめられている方もいらっしゃいます。うん、これ例えてみると、動物がいくら探しても食べ物にありつけない状態です。だから、人間にとってお金を稼げないことっていうのは、生き死ににかかると思うんですよね。だから、日々意識して早く問題解決をしなくてはならないのは、このお金の問題なのかなと思うんですよ。 もちろん、お金のないような世の中を実現させるという、そういうことでね、お金の悩みを取り払うのもいいんですけども、結構難しそうでしょ、これってのは。社会の一定数の人がお金によって自分の安全や自由を担保していると思ったら、そのお金を手放せっていうのは、まさにそういう人たちからすると抵抗勢力になるわけですよね。お金が十分ある人がお金を否定するとは思えない。プラス、お金がない人がお金を肯定することっていうのが、一定数難しいと考えると、 この二項対立っていうのはこれからもなくならないのかなと思っちゃますよね。ただやっぱり私たちはビジネスによってお金や自由を手にすることができるんですよね。その仕組みをお伝えすることによってやる気を出していただく。諦める気持ちを忘れていただく。それが、まあ、強いて言えば私の役目なのかなと思ってますよね。<laughs> ですんでね、細かい心理カウンセラーみたいなことはとてもじゃないけど、私の専門外かもしれませんけども、それでもね、ご相談いただいた限り、私なりに精一杯、えー、返信させていただこうかなという気持ちは変わりません。 ままとめますよね、うんまあ、私も少なからず自分の人生を解脈してきたと思いますえ特に人にはできない金額やそれから自由ってものをこの40代のうちにですね、うん、一定のところまで引き上げたと思うんですよ、まあ、ですので私からあーかけてあげれる言葉や考え方やアドバイスってのは何かの役に立つんじゃないかなと私自身をね奮い立たせてやっておりますこれからも あ,のあらゆるご相談ごと精一杯答えていこうと思いますのでよろしくお願いします。という事件でございましたナミさん。それではナミさんのもう一本の動画これから拝見します。いつもありがとうございます。